シリと対立していた魔女を探す中、ゲラルトは旧友のキーラ・メッツと再会する。キーラはウィッチャーに謎の仮面の魔術師とその隠れ家のことを話した。シリがそこに隠れていたかもしれないのだ。ウィッチャーとキーラはその隠れ場所に向かった。シリはベレンで謎のエルフの魔術師に出会えていなかったが、ワイルドハントはその居場所を突き止めていた。奴らはゲラルトの一歩先を行っているようだった。ゲラルトは途方に暮れかけたが、キーラがクルックバック出現の妖馬という新たな手がかりを提供してくれた。はい、ありがとうございます。もうこれがなければ俺はもうこの実況務まらない気がする。ありがたいね。クルックバック出現の妖馬妖馬に会いに行くか。どこやこれ。何してんだ俺今。世界地図どこや。ヨーバークルックバック出演のヨーバー、これか。血まみれ男爵。とりあえずこの大陸舐めますか。前回ここ行ったのよね、この真ん中の亡霊ってやつ。キーラの魔法のランプが必要って書いてるじゃんこれね。したら、球長多くねこのハテナマーク。ハテナマーク全部潰すっていうのもやりたいんだけど、何時間かかんだこれ。やるか。今日はまずとりあえずゆっくり一個ずつこっから順番に潰していこう。そうしましょう。俺のレベルでできるかどうかは分からんけど。おらおらおらう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 ら、このバックナックル、このおわ、これ全員盗賊じゃないかこれ。やっちまうえ、やっちまうえ。これで俺もどっちかわからんだろう。来いよ。やばいやばいやばい、ちょっと待って、イグニーだ。ほらボッケー、来いよ。全員まとめて相手してやる。危ない危ない、ちょっと待て、落ち着けお前ら。どうこの、どれだけ待たせる気だ。どうこのカウンターパリーを取りながら戦うから俺はちゃんと死ぬわよ余裕だなマジで。余裕ぶっこきやがってマジで。お前らよ、なめるなよ盗賊ごときが。また世界を平和にしたな。ピエロギいただこう。これいらんわ。いらないアイテム置いていくわ。ワイヤーもらう。飯は鹿の皮。ちょっとマジで馬がいっぱいいる。馬はなんか持ってたりしないんか。なんか良さげなもの持ってる感じするけどな。あれ4体いた今。いたか。ちょっと待って、春ツバメ飲まなきゃいけない。いや、ちょっともっと慎重に戦わなきゃダメだ。命がいくつあっても足りんぞゲラルト。どこのちょっと距離が近くなったら ゲラルトと俺の。どうした、よーし、どうした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 。こいつに何をされた。こいつに何も。村にやってきて指輪をパンと交換しようとしてた。俺と同じじゃん。黒の軍団のせいで畑を踏みにじり、顔と声が一致してない。果樹園を焼いて、だから腹いすにこいつの首を吊ってやるのさ。腹いすな。お願いだ、聞こえてないのか。俺は戦争は望んでない。妻子の待つ家に帰るために脱走したんだ。持ち物は全部やる。命は助けてくれ。ああ、ありがてえ。じゃあ命は全部もら、命ももらおう全部。あ、話してやれ。ああ、それから旅の装備を与えるのか。
馬に鞍をつけてやろうか。黒の軍団は無慈悲だった。目には目を、歯には歯をだ。ああ、気持ちはわかるけどな。穏便に済ませようと思ったんだが、残念だな。戦うんかい。マジか。軍団の仲間だ。軍団の仲間だけねえだろ。どうした来い。そんなこともわかんねえんだこいつら。やだな、農民と戦うの。農民だぜ、言って。なんかな、こんなことしてる場合じゃない気がするんだけどな。うわ、怪人はな、まだやりようがあるからさ。うわはははは、農民強し。いやもういいんじゃない、もうのほっとかない、やっぱり。はあ、仕方ね。頑張ろう。こいつ頑張ろう。だがお願い、頑張ろう。はな、ていうかもう容赦しねえこいつら。マジ俺がちょっと舐めてたわこいつらのこと。どうした、おじけすんでた。なんで俺の炎を聞かねえんだこいつに。なんだこれマジ、化け物かこいつら。おい、あぶなあぶなあぶ、こんな強い農民がいてたまるか、ほんと。おい、来い。はい、あぶねえ、マジでマジであぶねえ、ほんとに。普通に刺されたんだけど、脇腹。まあ、ヒットアンドウェイだな、それが一番堅実よ。どうした来い、どうした来い。ずっと来てるんだよな、問題は。いやマジやばいやつら、しっかり回復して。ガードがね、まあ怪人であれば、あぶね、これがやばい、これがやばい、あいつやべ、あいつやべ、あいつやべ、マジで、あいつやべ、マジで、こいつやべ、こいつ、オーケー、あと1、うわー、マジか、おいおい、根性いいな、根性がいい、根性がいい、飲みだ、お前、ごめん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 、おー、やべ、やべ、やべ、よく死のうと、今、あぶねー。本当に危ねえこいつら。好きか嫌いかで言ったら嫌いだわ。ありがとう。ありがとう。あんたが来なければ。俺が来なければ。あ、俺は死ぬのは一人だった。ありがとうの意味で。本当に奥さんの元へ帰るのか。ああ、戦が始まる直前に生まれた女の子だ。祖母にちなんでベアトリスと名付けた。ベアトリス、なんか聞いたことあるな。なぜ助けてくれた。まあどっちもいいけどな。お前の方がマシだった、それだけだ。うん、行け、街道は避けてどの村にも近寄るな。ヤルウガ川を越えるまでは。鎧捨てたら、おお、くれた、あ、くれたんじゃないか、これ拾ったんか。鎧はね、持ってかない方がいいと思うんで、着てかない方がいいと思うね。これのせいで狙われてるまでもあると思うんだな。いやー、また人を殺してしまった。あー、どうすっかな、ロードが消耗品から。え、俺飯ないの、もしかして。飯ない系あるじゃん。ビール飲むか、ビール飲もう。よし、これだいぶ回復するだろ。ロージ走れ。お、
こうか。いやーもう敵がいそうだよ。おー誰もいないじゃん、ラッキー。水でいたんだ。手紙読んでみますか。あ、なんかいっぱいなんか俺いっぱい見逃してるな。まあいいか。密輸から手を引いたことは知っている。大金を蓄えた今では危ないことを、うん、最初のリスク放射たっぷり。へえ。はいっつってるわ。遺跡、いや俺遺跡行ったな。これ遺跡行ったよね多分。遺跡はもう行ったんじゃない。これやんなきゃダメ。これどこ。あ、ここなんだ。泳いでけって。まあ泳いでみっか。いっか、そんなに遠くないな。あ、ちょっと待って一回。まあ、なんかもう嫌な予感しかしないから、とりあえずしっかりクエン使おう。クエンですって。クエンじゃなかったっけ。あ、クエンで合ってるわ。クエン使ってバリア張った状態で泳ごう。まあいるわな。うわドラウナー先生。完了なんこれで。逃げよ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 。怖っ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 、めっちゃ怖いめっちゃ怖い。もう OK これで。もう何を手に入れたかもう分かってないけど、はあ、所持品見れば分かるか。ブーツがあったのは分かってるんだよ。あとはなんだ、これか。あ、あそれなんだそれは。オアローチ、お前も潜ってたんかもしかして。すまんな気づかなくて。男爵のとこ行けません。したら次はここ行くかね。順番に行く、順番に上から順番に行くぞ。俺村の人というかさ、この世界の住民、この怪物に対して弱すぎない？おいおい、嘘だろ。おいおい、怪族って、怪族って。まずクエン、まずクエン使って落ち着いて。おい、はい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 。おい、マジか、やられた。来いよ、撃ってこい。ほら直線上に並んで、ほらよ。やってみろ。やってみろ、やってんだろずっと。来い、もう一回来い。カモン。あのクズの目を狙え。どうした？来い。いや、ちょっと待って待って、マジやばいマジやばい。オーケー倒した。いいこと言うね。同じこと、俺もそれ吐きたいな。なこいつらゆるぬるいな攻撃が。強すぎ。いやいやマジ勘弁してください。本当に勘弁してください。あれ逃げてった。魔術だ。英雄だ。
オーケー、まず1人、いや、まあ2人目だけど、オッケーじゃない、毒が効いてる、毒が効いてる、ちょっと待って、あ、まだいる、まだいるよ、おいだ、隠れてるな、危ない、危ない、落ち着いて、 OK、 これで終わりよ、いいね、お、あ、なるほどね、村に人が帰ってこれるんだか、これで、こういうの結構あったんよね、一つ前のマップでも、この村の人たちはみんなもう俺に感謝みたいな、ありがとうっつって、子供の名前はゲラルトにするよみたいなこと言う人もいる、そんな記憶がある、ステーキ、ステーキめっちゃでかいんじゃない、ん、薬師、ちょっと待って、そんなことより、ジョッキ、金目のものを集める、あれ、ここら辺倒さなかったっけ俺、あ、あったピエロゲー、飯、メイス、なんでこの武器しかないかも、拾っとくか、まあ、ちょっと薬師と喋りたい、なんだってことある、何かいいものはあるか、俺に言ってくれ、おお、なんか怪しいもん売ってるよ、これは土のエレメンタル変異抽出器、製法ドワーフの蒸留酒が作れるようになるんだ俺、へー、白カモメ吹雪、じゃあ続きましてこれか、いや、行きましょう、ロジさん、すいませんね、ほんと、いつも、うわー、なんだこれ、なんじゃこれ、ちょっと酔っ払ってっからさ、酔っ払ってっからあれだけど、こんにちは、ドラナさん、一人だけですか、はい、そんなわけないですね、どうした、来い、来いよ、あぶねえバカ、はい、怖い、ドラウナーがマジ一番怖い、ふぅ、怖いよ、まあ、ステーキ食うか、ステーキピエロギの普通にランチメニューを着て、オーケーオーケー、よしよし、あれ、死体はあるけど、アイテム落ちてない、そういうこともあんの、かわいそうにな、3つ、んな、船行けって言うんじゃない、あの頃が懐かしい、うん、これか、絶対これだよな、もう怖いわー、マジで、どうしろっつーの、これ大航海時代だったのかな、どこまで行かせるの、来てない、もうほんと無抵抗なんだよ俺は、水中じゃ抵抗ができんのだ、ちょっと待って、一回もう一回、違う、クエン、もう一回クエン使っといて潜るぞ、あ、これか、じゃあやめて、ちょっとわけわかんない、そうそう、オッケー、もう終わり、オッケー、クエスト越し、タグがついた、やめて、わー、オッケー、終わってる、助けて、痛い、助けて、やめて、本当に違うんです、私違うんです、ここに迷い込んだだけで、本当にやめてください、やめて、あー、マジでしんどい、マジで怖いんだけど、水中ってさ、もうずるくない、何テレビ言ったの、
なんこれかっこいいな、おい。めっちゃいいじゃん。おお、いいじゃん。上着もさ、なんかそうそう変えらんないかな。これかっこいいよな。でもスピーカーローグの方が圧倒的に強いから、これは致し方ない。この2つは捨ててもいいよな。捨てるか。捨てていいわ、どうせ売れんだろ。こういうのも捨てよう。あー、なんか変なもん捨てそう俺今。金色の何かを捨てそう。まあいい、後で拾うから。まあこれはいいや。あー、オッケーオッケー。ちょっと待ってください。これこれこれ、あったあったあった。シルバートンの剣を捨てとる。危ない危ない。はい、次行きます。これか、離れてんな随分。じゃあ先にこっちだな。こっから行くか。上から順番に行こう。ここか。よーし。は？ちょっと待って待って待って。めっちゃいないか人。